94歳です。長寿のね、力をいただこうと思って。柔らかくて美味しい。美味しかったもんね。すごい。何回でも食べた。食べた。やっぱり長年ね、携わったこの仕事は体に染み込んでるのかな。仕事の生きがいですごく楽しんでね、はい、お客様のおかげ。まあ100年だね。100年、うん、創業100年団子と、だから昔はね、生菓子だったもんね。生菓子屋だったもん、うん、ちょっとね、ちょこちょこ変わる、コロコロしてる。あ、お父さん飲みます。米粉です。米粉。米だけ。そうそう。米のことはこのペコノが小麦粉だと使うね。このペコノがね。この生地は米粉ばっかで。そう。あんたどこの生まれだ。名古屋です。
昔は花見団子でも何でも手でやってたからね、なるほど、ね、機械でやんだ全部丸くなって、この串がちょっとだいたい、ね、自動にあるそういう機械があるけどね、やっぱり手作りは違うわね、10本追加でお願いします。
これがさっきの写真だな。おはようございます。はい、あ、はい、大丈夫ですよ。10本パックを2つと5本で大丈夫ですか？25本だったらね、いいわけですね。あのいつ来てもね、うん、ナンバーがね、うん、ああいう名古屋ナンバー、豊橋ナンバー、瀬戸用ナンバーとかね、遠い人のナンバーが多くて、そうなんですよ、本当に申し訳なくて口コミなんですよね。地元です。硬くならなくて美味しい。硬くならない。硬くならないね。うちへ帰ってきてさあ食べましょうって言うと硬いじゃないですか。硬くならない。美味しい。よっぽど置いといても硬くない。次の日でもね、よっぽど、うん、食べれちゃう。年寄りにはちょうどいい。長寿のね、力をいただこうと思って。ここから私も。はい、失礼します。ありがとうございました。せいかどんの団子は黒になっても美味しいね。柔らかいって、ね、よく聞きますわ、はい、やっぱり練り方とか技術だね。ね、うん、この写真か、これか。これぞ。これだ。これか。若い頃の写真。あ、本当だ。うん、私はね、生まれは名古屋だよ。名古屋。うん。お嫁に来られたんですか。そうです。27だね。だけど主人は勤め人だったから、うん、別にこの商売にはね携わってなかったから、おじいちゃんと、まあ、2人おばあちゃんとやってたんですわ。
70年はなるね、もう。なんかおかげでこうやってね、元気でいらっしゃってもらえてありがたいと思ってね。やめたいってことは本当じゃないが、まあみんながね、来てくださるもんだから、張り込んでやろうってよ。今まではまあ、一人でやらなきゃいかんと思って頑張ってたけどね、この頃若い人たちが何もかもやってくれるもんだね。ちょっとホッとして。まあ毎日ね、はい、見てるんだけど、なかなかあれ熱心にね、あの私のことをよく聞いてくれたりなんかしてね、守ってくれてるから安心してますまだまだ長年やったね、経験が、するにはね、私のようなことはできんと思うけど、案外熱心によく私のことを聞いてくれるから安心してます。はい、やるかね。まあ、食べた？まだ？どこどこ来てくれた？どこどこ？あ、私ね、元市場のね、もう朝岡知ってる、知ってる、うん、覚えなく、どこに見えんの？あの、石木にいるよ。あ、そうだそうだ、だから、のぶこのぶこで連れてっちゃったねって言ってるの。ほいで、はるみのとこからちょこちょこお団子いただいてるし、そうかそうか、ほいでこの子たちが、うちの娘と非行になるの、わかんないから、今日おばあちゃん連れてきて、元気でちょっとも変わらんね。そんなない、もうえらい、もう後期高齢者になっちゃったから本当にそうなんです。で、あのインスタでおばあちゃんとこう聞いてて、で母が知ってるよって言って、でちょっと2人で買いに来て、でおばあちゃんが私うちは亡くなっちゃったん で、 でおばあのお話しさせてもらって、で それで今日は一緒に母連れて行こうということで、世代を超えてみんな好きなの。世代は好き、美味しかったもんね、すごい。何回でも食べた、食べた、何回でも食べた毛が出ないからね、どうかなと思ってたんですよ。よかった、元気で。すいません、お邪魔ありがとうございます。いただきまして、ありがとうね、お邪魔、お邪魔、元気でね、はい、ありがとうございます。これから言ってよ、若い人はい、いますね、かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。このあれで、やっぱり長年ね、携わったこの仕事は、はい、やっぱり体に、染み込んでるのかな、仕事に生きがいですごく楽しんでね、はい、毎日やっぱりこのね、自分の作ったのが、お客さんが喜んでくださるもんだで、やっぱりあれがあるわね、お客様のおかげお
そこを数えず感謝に生きる。たった一言で人の心を傷つけ、たった一言で人の心を温める。